見て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 防戦チャンネル。皆さんこんにちは。こんにちは。今日は災害時にもとっても役立つおしゃれなバラボードブレスレットを作ってみましょう。今日は特別に株式会社グレディセボンのお二人と一緒に作っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。実はクレディセゾンさんとは2017年に防災の普及啓発を一緒に行う連携協定を結ばさせていただきました。ここから一緒に防災の普及啓発事業に取り組んでいます。はい、一緒に取り組ませていただいてから防災に対する意識がとても高くなりました。通勤用のバッグには非常食や非常トイレを入れたポーチを持ち歩いております。その中にこちら目がきシートを入れてるんですよ。これはこのシートだけで歯磨きができるんですか？そうなんです。いつでもどこでもできるんですよ。便利です。水がなくても歯磨きができますね。はい、はい、私はこの非常持ち出し袋の中に着替えの一環としてこのロングスカート、はい、ロングスカートを入れています。これはなぜロング丈なんですか？これは、避難所に避難した際に、はい、やはり着替えの時って周りの目が気になってしまうかと思うんですが、そうですね、それがあればちょっと隠しながら着替えができるので着替えの中に忍ばせています。そうですね、これがあると便利ですね。そうです、はい、皆さん災害時の備えについてしっかり考えていただいてますね。はい、はい、実は今回のこのパラスコードブレスレットも以前のイベントで市民の方と一緒に私たちも作ったことがあるんですよね。はい、はい、私たち民間企業からも防災の活動についてどんどん発信していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速ブレスレット一緒に作っていきましょう。はい、それでは今日はパラコード3メートルに切ったものを用意しています。ではこのパラコード半分にまず折りましょう。半分に折りましたら輪になっている部分クリップを留めてください。こんな感じで、はい、自分の手首に巻いて長さを測っていきます。一周よりも1センチほど短いところをつまみましょう。クリップの位置をこちらに付け替えます。輪になっている部分を手前にし編んでいきます。左の紐を左手で持ち2本の紐の上に重ね交差しているところを左手で押さえておきます。右の紐を右手で持ち先ほどの紐の上に重ね後ろから左の輪に通します。左右の紐を引っ張ります。次は右です。右の紐を右手で持ち2本の紐の上に重ね交差しているところを右手で押さえます。左の紐を左手で持ち先ほどの紐の上に重ね後ろから右の輪に通します。左右の紐を引っ張ります。ここで止めていたクリップを外しましょう。下の輪を手で押さえ結び目をキュッと上に上げます。こちらに最後に紐を通すのでこの穴は小さくなりすぎないようにしましょう。ここから先ほどと同じように交互に編んでいきます。左の紐を持ち前に重ね右の紐を後ろから輪に通します。左右の紐を引っ張ります。右の紐を持ち前に重ね左の紐を後ろから輪に通します。左右の紐を引っ張ります。左右交互しっかり編んでいきましょう。
次にどちらに編むのかわからなくなったら、最後の結び目がある方の紐で輪を作るというふうに覚えておきましょう。残り1センチほどのところまで編んだら、こちらの輪に2本の紐を通します。こちらの2つの輪の中にそれぞれ1本ずつ紐を通します。ここで結び目を作ります。余った紐を短く切ったら完成です。パラコードブレスレットの完成です。カラフルで可愛いですね。簡単にできたし、子供と一緒に作れそう。そうなんですよ、これ可愛いだけではなくて災害時にとっても役に立ちます。いざという時、このブレスレットを切ってほどくと1本のロープになります。洗濯物を干すロープにしたり、髪の毛を結ぶゴムの代わりにしたり、避難所などで間違いやすい自分のものの目印にもなります。さらに中の繊維の細い糸を使えば、裁縫やデンタルフェイスもできます。これならいざという時いろいろ役立ちそうですね。おしゃれで可愛いのでぜひ作ってみてください。皆さんも災害時への備えしっかり行っていきましょう。それではさようなら。